洗脳で女子大生を支配したムスリム教授の不倫講座、慶応も本当これひどい、慶応 の湘南キャンパスのね、はい、奥田さんというですね、はい、教授がですね、はい、これはイスラム刑法の権威なんですけどね、はい、この人が慶応はそのもう1年生からゼミをやるような、はい、湘南キャンパスでやっててですね、はい、そこのゼミのですね、うん、女子大生をですね、はい、まあ洗脳してるような洗脳して状況ですね、まあ、洗脳と言っていいでしょうねこれ、はい、ごく普通の、高校生だったから大学に入った、はい、女子学生をですね、はい、もう一日中家に泊めたりですね、拘束してる、ね、拘束したりして返さなかったりね、はい、散々なことやってるんですよこれ、はい、両親とかですね、それからその教授の奥さんがですね、はい、ある日ですね、うん、その8月17日の9時、夜9時過ぎ、はい、その湘南キャパスに近い奥田教授のマンションにですね、うん、押しかけてですね、開けて開けて警察呼ぶわよと大声で呼びかけた、うん、これが奥田教授の妻、そうですよね、妻なんで妻が言ってるんですよね、はい、でとにかく教授が開けると男性2人が部屋に突入し、彼女の母親と教授の妻が通り抜け、奥の引き戸を開けようとすると教授はわあやめろ何やってんだよと泣き声までにわめいて抵抗したら、はい、男性陣に組み伏せられる、うん、で引き戸の奥ではそのなほさんって仮名ですけどね、はいはい、その女子学生がですね、はい、描写をはばかれるような姿で震えていた、うん、彼女は教授の妻にあなたじゃあうちで何してんのとたしなめられる、うん、すると今度は父親が教授に奥さんがいながらうちの娘に何してたんだよと怒りをぶつけ、うん、いい加減にしろと教授側を向く、それは私のセリフを妻がそう応酬しつつこれだけの人があんたのことを殺したいと思ってるのと加えると教授は殺せよバカ野郎、阿部教官だったと、これもう逆切れしてますからね、うん、悪いと思ってないんですよね、うん、このまず教授の方が、そうなんだよ、これはなんかイスラムのこれだけのことやってて慶応の権威ではあるらしいんですけど、うん、慶応に入学するまではアラビア語やイスラムに興味があったわけではなく、はい、入学前の外国語ガイダンスで情熱的な話を聞いて、はい、先生の授業を履修することになりました、はい、SFC は一つテーマを見つければそれで済んでしまう、英語の選択肢の一つでしかない、ですから娘も1年次は40単位のうち20単位がアラビア語やイスラム関係の講座、ゼミに相当する研究科も1年次から履修できて、結果特定の教師とばかり接触するようになり得ます、うん、2年生になって今も前期は25単位中奥田教授絡みの講義が10単位でしたと、うん、で奥田の教授の講義を受けることは別にいいんですけど、はい、昨年10月頃から奥田教授から娘に頻繁に LINE が届くようになりました、うん、20歳になった娘の研究テーマは家族、面談で奥田教授からあなたの問題は家族だから研究テーマを家族にしなさいと指導されたとか、勉強に集中するように言われてサークルも辞め帰宅も遅くなり研究室に泊まるからと帰らないことも増えました、ボーイフレンドとも別れ冬休みも研究室に通うようになった、思い出も捨てなきゃいけないとクローゼットからぬいぐるみを出して捨ててしまい、年が明けるとこんな自分にした親が悪いと私たちをなじるようになりました、完全な洗脳状態みたいに見えますね、うん、で1月下旬、はい、奈穂さんは黙って家でした、2月の春休みは頻繁に外泊し、帰宅する日も帰宅は0時前後、2月下旬には奥田教授と2人きりで1週間沖縄国際大学に行ってしまいました。でこういう状況をですね、はい、親御さんは慶応大学の学理科にですね、はい、その相談に行くんですよ、はい、ところがですねこれがまた非常にいい加減なんだよね、広告サークルのレイプ事件と同じですよね、うん、慶応大学のこの対応っていうのはひどいよねこれね、はい、大学に相談しても学外のことを知らなければ自分で調べてくれと言われ、はい、探偵に調査を依頼しました、うん、案の定研究室と言っていた娘の行き先は奥田教授のマンションで、朝10時から夕方6時までマンションにこもりっきりでした。3回目の調査書を5月下旬にやっと出した。調査委員会が立ち上げることになりました。それから娘の外泊はなくなりましたが、委員会の内容もスケジュールも一切知らせてもらえません、うん、ひどいよねこれね。そうですね、もうこれ大学を訴えるべき、うん、レベルですよね、監督責任があると思うんですよね、うん、一方奈穂さんの奥田教授との通話記録は激増する。7月には奈穂さんが奥田教授の携帯に発信した回数だけで115回、通話時間の合計は75時間31分に及ぶ。1回で10時間を超える通話もある代わりに奥田教授以外に向けて発信された記録は1回しかない。最近娘は家族とは辛い思い出しかないと言い、メモに先生だったら世界征服もできそう、死ぬのが怖くなくなってきたなどと書いている。
奥田教授と会うまでは普通の子だった娘が人格まで変わってしまいました。奈穂さんの母親はカウンセラーに相談したら、娘は教授への全面的な依存症で医療機関などで早く適切な治療をしないと救えないと言われた。去年奥田研究会のヨルダン研修に参加し、今年も行こうと自分でビザを取った。しかも大学も参加を許可した。調査委員会の結論が出ていないので彼女を参加させるという判断は不当ではないというのが大学の言い分で、両親がたまらず旅券を取り上げました。そして奥田教授が出発する前夜は彼のマンションで過ごすだろうと踏んで、みんなで彼女を奪還しに行ったんです。そこであの阿鼻叫喚になっちゃったわけ、はい、それであのはばかれるような姿で震えていたわけで、奥さんが言うんだよ、その奥田。そうなんですよね。奥田は一昨年も学内でセクハラ委員会を立ち上げられています。主人が言うには、7月頃に湘南大のマンションにゼミの女子学生を連れてきて一晩中話したとのこと。問題になった行為はほっぺたにちょっと触ったことだというのですが、自宅に連れ込んで一晩中という時点で教員としてアウトだと思う、はい、奥さんの言ってる方がよく正しい。不審に思った男子がその子を連れて大学に訴えたそうです。彼らの2人のほか同調する学生が何人もゼミを集団退会したと聞いています。それでもそのままそれでもそのまま残ってるんですからね。そうなんです、はい、これはもうとんでもないね、大学はね。そうですね。もう先生になってしまえば、辞めさせられないんでしょうね。なんかそういうもう組合みたいな強さが。教授の妻がなぜね、その最初のシーンのようにその行ったかというとですね、家に行ってドアをどんどん叩いたりしたかというと、問題になった後も夫はその彼女と LINE がつながらなくなると下宿先の外に何時間も張り込んだそうです、うん、私が奪還作戦に協力したのは妻の私まで参加すれば夫も事の重大さに気づいてくれると思ったから、うん、でも実際には女の子を奪われて暴れるだけでした。奥田は13年前にもゼミ生に同じことをしています。奪還の夜、私は奈穂さんに奥田とその女性とのメール記録を見せ、同じ手口でしょうと伝えました。奥田は彼女の家族もうちの家族も壊している、何を考えているのかさっぱり分かりません。奥さんはちゃんとした人ですね。ちゃんと言ってでも離婚はしないんですかね、はい、ちょっと慶応大学の腐り具合が、ね、そう、慶大名誉教授がね、匿名を条件に、OB として聞くに耐え難い醜聞で教授は即刻懲戒解雇されるわけです。そうですよね。それから小林節名誉教授もですね、はい、自分のマンションに寝泊まりさせるなど言語道断、しかも既婚者とは大学人以前に人間として失格です、うん、SFC は大学経営学の実践という形で旗揚げしたキャンパスですが、親御さんから預かったお嬢さんの人生を完全に狂わせ、それを大学として看過し事態を悪化させている。大学の経営責任が厳しく問われるべきです。これはそうだよな、ね、これだから名誉教授だったらちょっともっとガツッとこう大学をなんとかしてほしいなと思いますね。もうこれは大問題だ、はい、結局あのね、広告研究会のレイプした連中も、うんうん、最終的になかなか処分しなかったですし、そうそう、うん、最終的にどうなったか分かんないですね。確かに未来ですよね、はい、うん、これはずっと何年も前からあってで、うん、今もあるのに、うん、これをやめさせられないし、大学側も、ね、なんとかしようとしてないっていう、うん、でこんなの塾とか予備校だったら、うん、一発で潰れるじゃないですか、うん、だろうね。だからこの文科省のこの免許制っていうのもやたら変ですよね、うん、官僚がこの文科省何のためにあるんだっていう、うん、全然何なんだろうねこれね、まあ、文科省トップが援助交際やってるマイカーですから、うん、これをなんとかするっていうのはなかなかできないのかもしれないですね、うん、文科省も潰した方がいいですよ本当に、うん、本当に、はい、これがこういうのが出てて介入できないっていうんだったら、そうなんだ、何のため税金使って私立大学に、うん、私学助成金出してるかっていうところですよね、うんうん、これまたうやむやのまま、ね、その言ったあの集団強姦と同じようになっちゃうと、はい、本当にひどいよね、これ。そうですね、うん、大事件だよ本当これ。テレビでもやってないんじゃないですかね。全然やらないねこれ、はい、